墓における彫像、オリビエド・クリソン。クリソンは、百年戦争のフランスブルターニュのブルトン人、貴族、軍人。ブルターニュ貴族のオリビエド・クリソンとジャンヌ・ド・ブレビーユの、息子。屠殺者の異名がある。フランス軍総司令官でもあった。1336年、ブルターニュのクリソン城で生誕。1343年に、父のクリソンイオンがイングランドに、 なんとを売り渡そうとした疑惑の中で、フランスに捕らえられ、パリで処刑された後に、母ジャンルがイングランドで再婚したため、イングランドで育った。ブルターニュに帰還すると、ブルターニュ継承戦争において、モンホール家のジャン四世の側に立って戦った。モンホール家が、イングランドの支援を受けていたためである。1364年のオーレの戦いにおいて、クリッソンは敗北したものの、 彼の指揮する部隊は捕虜を取らなかったために、屠殺者の異名を得た。後に、モンホール家と中石フランスの支援するパンティエーブル家に着いた。1370年、ジョスランに領地を獲得し、八つの塔を内包する神経式のジョスラン城を建造した。同年に、クリスソンは、フランス王シャルル五世に忠誠を誓い、後に、 フランス軍総司令官となるベルトランデュメクランの幕下に加わり、ポンバヤンの戦いで、イングランド軍に勝利、1373年のブレスト工場などの対イングランド戦役に参加した。翌1374年の戦役では、ランカスター工場オブゴーンと率いる1万3000人のイングランド軍をゲリラ戦で消耗させ、薬病の流行もあって、 イングランド軍全体の半分を葬る戦果を挙げた。ただし、1378年に、シャルル5世が、ブルターニュの併合を宣言した際、反発したブルターニュ貴族を欧米で、ゲクランともども討伐しなければならなくなり、欧米と地元の板挟みに苦しんだ。1380年に、ゲクランが死亡すると、フランス総司令官の地位を継承し、1392年まで、 その地位にあった。同年に、シャルル5世も崩御、後を継いだこのシャルル6世に、侵入、1382年には、ジェントの市民と協力して、ローゼベイ家の戦いで敵を撃退すると、1387年には、ブレスト行為の指揮を取った。同年には、シャルル6世のイングランド侵攻作戦の指揮を取り、ポワトゥとフランドル等で指揮を取った。 この作戦はクリッソンの艦隊を襲った、海上暴風と名目上は、フランス王側についていたはずのブルターニュ公ジ皇陣四世の、非協力的な態度により、不守備に終わる。クリッソンとジャ陣四世の中疑いが再燃すると、クリッソンは、ブルターニュ継承戦争時からのジャ陣四世の、旧敵であるパンティエーブル毛皮の戦士したシャルルド、ブロワと、スマジャンヌドパンティエーブルの、着難陣1世ドシャティオンに、 娘のマルグリッドを嫁がせた。そのため、ジャン4世はクリッソンを恐れるイングランドに、そそのかされたこともあり、1387年6月にバンヌに議会を開いて、ブルターニュの諸侯を集めると、そこにクリッソンを誘い込んで捕らえてしまった。ジャン4世はクリッソンを暗殺してしまおうとしたが、シャルル6世及び、ブルターニュの諸侯の介入があり、 ミノロキ金と共に解放せざるを得なかった。しかしクリスソンも大きな代償を支払い、故郷クリスソン・ジョスラン・ランバルなど10カ所の城塞と10万フランのミノロキ金をジャン・四世へ渡す羽目になった。ブルターニュに居場所がないためパリに帰還すると、シャルル6世にジャン・四世の反抗を訴えて、味方につけ、王家とパンティ・エーブル家の移行を背景に、ブルターニュへの影響力を取り戻そうと図った。 シャルル6世もイングランド派のジャン4世に不信感を抱いていたためクリッソンに課題でしたが和解を先決と考えクリッソンとジャン4世の間を調停資料者を和解させたクリッソンはパリに泊まり総司令官として任務に専念しただがジャン4世はクリッソンの暗殺をもう一度計画1392年6月13日に クリッソンはジャニー4世の作望でかねてから不仲である、ピエールド・クランに暗殺されかけた。クランはクリッソンの名優で、シャルル六世の叔父の一人アンジューコールイ一世の風神であるが、ナポリエン世のルスジに、アンジューコーの宝物を盗み、アンジューコーの死の原因となった。クリッソンは、狭い路地で襲われ派に倒れたが死に至らず、クランの強皇が明るみに出ると、シャルル六世は彼を不敬罪で、財産。 領地を没収した。ジャン4世と手を組んでいたらしいクランは、ブルターニュに逃げ込んだが、ジャン4世からは冷淡に扱われた。クリッソが暗殺未遂の主犯を庇護しているとして、ジャン4世に対して、シャルル6世は懲罰のために軍を自家卒して遠征したが、メーヌ地方を通過中に突如人事不正に陥った。そのため遠征は中断されたが、 シャルル6世の長身であったクリッソンに対して、王のおじである政敵のベリー公、ジャン1世とブルゴーニュ公フィリップ2世が、ここぞとばかりに非難中傷を吹き込んだために、クリッソンは失脚し総司令官職を取り上げられ、ジョスラン・城へ引きこもった。ブルターニュ諸公はクリッソンの保護を申し出ていたため、しばらく、ジャン4世に抵抗を続けていたが、フランスの後ろ盾をなくしたクリッソンはやがて抵抗を。 諦めていった。一方、シャルル6世の狂気は100年戦争の後半の原因の一つとなる。1395年にジャン4世とクリスソンは若い。1399年にジャン4世が死亡すると4人の息子と3人の娘の後見人にかつての旧敵であるクリスソンが指名されており、クリスソンはモンフォール家の子女たちに対して忠実に任務を果たした。 これに対し、クリッソンの娘マルグリッドは、ジョスラン城を囲み貢献を保護するように求めた。ジャン四世の維持たちを暗殺するように求めたとの、噂も立ったが、クリッソンは、ガンとして拒否、娘を殴ろうとしたため、マルグリッドは逃げ出した際足を骨折、一生歩行困難となった。1400年には他に継承権を主張しそうな人物を抑えて、ジャン四世の同盟の着難ジャンを新たな、 ブルターニュージャンゴ合生として即位させると、シャルル6世の三女ジ,ジャンルと結婚させ、次男のアルテュールを、かつての敵だった、タン皇に貢献させた。またブルターニュ施設官とブルターニュ議会に認められた。1402年に、彼らの母親ジャンヌ・ドナバールが、イングランドをヘンリー4世と再婚することになったが、4人の、息子がイングランドに連れ去られることがないようでを、打っている。 1407年、71歳で、ジョスラン城において死亡した。二度結婚しており、最初の妻で、ギー10世イドラバルの娘カトリーヌ・ドラバルとの間にに、女を設けた。二番目の妻でアラン7世イドロアンの娘マルグリットド,ド、ロアンとの間に怖いない。ミシュレ、P255,P259,P380, エチュベリー、P47、P51, 清水、 P28、ミシュレ、P385、P386、P415、P418、エッチュベリー、P51、P53、カルメット、P75、P77、エッチュベリー、P53、シミズ、P28、P30、シミズ、P30、P32、エッチュベリー、P54、シミズ、P32、P34、エッチュベリー、 P54P56 清水 P35 エチュベリー P61 清水 P35P36 エチュベリー P62 清水 P36 ありがとうございます。